武部ベ西安吉政像一ノ関市文化ホール前武部、ベ西安天明2年3月8日は江戸時代中期の医者道の区国一ノ関の地から過ぎた玄白と書簡を交わし乱学の発展に協力した意名は吉政。字は元作聖徳二年川工事に生まれ教法15年19歳で仙台に留学4年後帰郷。その後江戸に出て オラン大学を学ぶ。その際、乱暴イの家として、有名な桂川家に入門を願ったが、当時桂川家は弟子を取らないことにしており、認められなかった。帰京後、37歳で元水の跡を継ぐ。以来一の席を出ることはなかったという。天明2年3月8日、71歳にて没。再生権、帯同政案と送りなされた。墓は、 一の関の正雲寺。聖安の医術は絶妙を極め、生前から、と歌われるほどだった。なお、時の太鼓というのは、誤算価格の大名でないと認められない時の太鼓が、特別に一の関藩に認められたことを指す。聖安は、オランダ流の医術を行っていたが、その医学としての基礎がはっきりしないことに不満を持っていた。明和七年うるー月十八日。 日頃の疑問を書簡にし、弟子の頃も、関はじめ県に、それを託した。江戸に、オランダ流医学の偉い先生がいたら、疑問を解いてほしいということで、特に相手を定めての書簡ではなかった。しかし、江戸の乱法医も、西安の疑問を解くことはできず、書簡は虚しく、一の席に戻された。頃も、関はじめ県は再度江戸へ向かって、安永2年の正月、 今度は然るべき人物に書簡を届けることができた。解体新書の翻訳作業を行っていた杉田玄白である。解体新書はそれまでの遺書とは全く違ったものであり、その出版には玄白も不安を抱いていたらしい。そこへオランダ大学への情熱に満ちた書簡が届いた。玄白にとっては強力な味方を得た思いであっただろう。またそこに書かれている疑問はいずれも、 生国を得たものであり、聖安の見識に玄白は感動した。急いで編書を書き、発行されたばかりの解体やクズを添えて、聖安へ送り届けた。一方、聖安は、編書と解体やクズに感動し、口飽きてあわず、下上がりてくだらず、しきりに寒類つかまつり、というほどだった。以後、聖安と玄白は何度も手紙を交換し、固く結びつくこととなる。 後に、二人の間に交わされた手紙は、玄白の蘭学塾において、諸学者に対するオリエンテーションとして読まれた。完成七年、大月玄卓、杉田白玄らは、最初の二往復を、オランダイジモンの題名で出版した。江戸時代の東北地方にはしばしば、例外によって飢饉が起こり、多数の合死者が出た。西安はその惨状を目にする。ある日、友人の号内、 勝清の家で、民の湯南寺ための構成要欄を見て、これをヒントに、休校所の編纂を思い立つ。法歴5年、民間備考録、上下2冊を発行した。上官では、飢饉に備えて、食用となる樹木を植え、食料を備蓄する方法を述べている。下巻では、具体的に草や木の葉を食べる方法、下毒法、応急立て法などを述べている。 一の関藩の奉行、大官を通じて藩内の村々に配られたという。印刷された旧校書としては早くに出たもので何度か版を重ね、十六年後の明和八年には江戸で出版された。西安は民間美考録の続編としてその中の植物を図で記した美考草木図を表そうとした。そのために本職が本草学者である平賀源内にも これも、石油はじめ県を通じて質問したという。はじめ県に原白のことを知らせたのは、県内かもしれない。明和8年に一応の港はできたが、観光は天保4年になる。その際、杉田白元などが協力した。民間美考録、美考草木図で紹介されている草木は185種に、上る。一の関市の釣山公園内には、これらの植物を植えた。 西安や総園がある。武部西安といえば、杉田玄白と書簡を交わした、武部西安吉政が有名であるが、西安の名跡は5代続いている。吉政はそのうちの2代目にあたる。初代、武部西安元水は、元江戸の人。道の口方に遊んだ時、岩屋堂に住んで、町一種として慕われたが、たまたま仙台に向かう。 旅先の一ノ関で一年余り滞在しせりょうした。藩主田村公に聞こえ、梱棒によって、一ノ関藩に仕えることとなった。元水の息子が二大西安義政である。義政の長男は創生。次男助作が家督を継ぎ、三大西安弓となる。弓は、同時期に、杉田玄白に入門した大月玄卓と、修正信仰を結んでいた。文政五年。 玄卓のために、重帝解体新書の序文を書いている。玄卓は、おかげを被った人として、師である吉政だけでなく、同世代の弓の名も挙げている。その後、四大西安義明、五大西安弓道と続く。安永七年、西安は、玄白の天神堂塾に、次男の助作と、秀才の弟子、大月茂室を送った。その後、 助作は国元に帰り三大聖安弓となる。大月茂室は後に、大月玄卓と名乗り、蘭学熟志蘭道を開き、蘭学の発展に大いに貢献する。玄白は晩婚であった。男子も生まれたが強弱であり、養子を探していた。天命2年5月15日、玄白の塾で学んでいた、聖安の第五子ゆはじめを養子師に迎え、杉田白玄とした。 同年、一の関の地で、竹部聖安に吉間没。一度、杉田玄白と会いたいと望みながら、それは叶わなかった。完成五年、杉田白玄は、玄白の娘の奥義と結婚する。やがて京京、白玄らの子ができる。聖安と玄白、玄内との間を取り持った弟子の頃も、関はじめ玄は、眼科として、一家を構えた。その子であるのきも、 また眼科学の発展に貢献する。ありがとうございます。